森の木彫り教室始まるよ。ってことでね、今日も初心者のための木彫り教室やっていきたいと思います。でね、今日は何をするのかっていうと、わかるかな、今日はバラです。バラ持ってきます。ただね、私バラなんて今まで生まれて掘ったことも掘ったことないんで、これ今日どうなるかわかりません。で、一応ね、もう前回と一緒でね、こういう形で板に描いたものを卓上糸の子で引いてきてるんで、ちょっとだけ卓上糸の子で引いてるとこ流します。どうぞ。ってことでね、まあ、ちょこっと見ていただいて、まあ、こんな形に引けました。じゃあこれからこれを彫っていきますって言いながらね、ちょっとさすがにやったことないんで、ネットで彫り方調べてみますねこれマジかって感じかもわかんないですけど、うん、あ、なんか出てきた出てきた、なんか出てきました、たくさん。おお、だから最初ね、なんだっけ、石鹸のをバラに彫刻して売ってるみたいなのが出てきたんですけど、木彫り？ん？木彫バラで調べると結構出てきますね、これ。これは本当ちょっとありがたい。じゃあとりあえずこれ見ながら彫りますね。お前ほんと大丈夫かって感じですけど、じゃあやっていきます。じゃあいつもの通りね、まあとりあえずこの花の輪郭だけ上からついて、で葉っぱと花を、まあ葉っぱを先に花の下に入れていくみたいな感じで掘っていきます。じゃあいきます。さすがにでもこういうところをついていったりするのに、さすがにもうパワーグリップでは限界を感じてますね。早く自分の道具で彫刻がしたい。初心者の人たちにね、この道具使ってじゃあ彫刻しましょうねってやってますけど、いや本当よくやってるなよくやってるなと思います。これ本当難しいですよ。自分の道具が使えるってなんてやりやすいんだと思うんですけどね。なんだろう、プロってたくさん道具持ってる、道具を持ってる人たちのことなんだなって思いましたけどね。もちろんそれだけではないんですけど、いや、やっぱり道具は重要ですよ。まあこれでもある程度まではその彫刻はできるんですけど、まあ最初の取っかかりっていうか雰囲気つかむのにはまあいいのかなっていう感じですかね。でここでなんとなく、ああ、これやってて楽しいなと思えたら、まあ自分なりにそのなんて言ったらいいんだろう、プロ用の道具を買って掘ってみるとかっていう段階に進むんだと思うんですけど、この道具だけで全てやろうと思うともうさすがに無理ですね、これは。うん、まあだいたいこんな感じで外葉っぱとあの花びらの境界線がとりあえずできたので、で葉っぱをちょっと掘り込んでいきます。こんな感じでね、
で、ある程度取ったらもう一回上からついていきます。こんな感じでね。あとね、パワーグリップの Amazon のねレビューなんかを見てると、確かによく切れると。だけど使ってたら切れなくなってしまった、どういうことなんだみたいなAmazon のレビューが載っててちょっとびっくりしたんですけど、彫刻刀って使ってればそれはね、包丁と一緒で切れなくなりますよ、当たり前にっていう。だからその彫刻刀は何度も何度も研ぎ直して切れ味をその復活させてね使っていくんですけど、すごいですよね。まあ確かにそのこれ1本多分1000円はしないと思うんだけど、700円か800円か900円か多分それぐらいすると思うんですよね。でそんだけやって、でも取ってみたら最初は触れたけど、でも切れ味がすぐ切れなくなったっていうのは、それはちょっと嫌な気持ちしますよね。追い切れないじゃないかみたいな。だけどね、やっぱ初心者の人たちっていうのはもう当然そのいろんな意味で道具の使い方がやっぱりお上手ではないので、そうするとどうしてもかけやすい道具の使い方しちゃったりするんですよね。かけやすかったりとかすぐ切れやんじゃったりとか、そうするとやっぱすぐ切れなくなっちゃうっていう風にもなるんですよ。ただじゃあ誰かこれを道具をねもう一回切れるように研ぎ直してくれる業者さんいるのかっていうとほとんどいないですから、でネットで探してみたら1本400円か、まあ300円か400円ぐらいで道具研ぎやってますよみたいなのを見たことがあるんですけど、私らからするとすごい良心的で格安な値段でされてるなって思ったんですけどね。私だったら、まあ、300円か400円で絶対その取りたくないと思ったんで500円でもちょっと厳しいかな、やっぱ700円ぐらいもらわないとなみたいな、600円か700円もらわない、もしやるならね、多分やらないと思いますけど、でもその研ぎ直すのでそれぐらい、そのやっぱ安いところでも300円か400円かかるわけでしょ。これパワーグリップ1本800円ですよね。800円か900円ぐらいですよね。でそうすると買い直した方が早くねえかって感じになりますよね。私は自分で研げますんで、道具を研ぐのもやっぱり技術なんですよね、これ。刃物を研いで切れるようにするっていうのもやったことない人がやって、じゃあそれでおいそれとその道具が切れるようになるのかっていうとちょっと難しいだろうなっていう。で切れなくなったから研ぎに出そうと思ったとしても1本800円のもんだから、だったら買い直した方が早いじゃないかっていうことになりかねないですよね、これね。これがね、例えばそのこういうね初心者さん用の道具から卒業して新たにそのプロ用かそれに近い道具をね使われるようになったら、それはその研いだ方が若干安上がりだとは思うんですけど、
すごいですよね。アマゾンのレビューで、最初はあの道具が切れたけど、使ってたら切れなくなった、だから星何個か減らしますみたいなレビューを書いててすごいびっくりするようなことが書いてるなと思うんですけどね。いや道具なんて使ってたら切り合うのは当たり前じゃないかと思うんだけれども、やっぱでも分かんないんでしょうね。すごいことですよ。これ、葉っぱを下に入れるときに、ここからなだらかにダーッて落としていってもいいんですけど、多分この際のとこでさらに深く落としていくと、こう葉っぱがこう花の奥にグーッと入っていく感じがするんで、それでさらにより立体的に見えるようになるんじゃないのかなとちょっと今思ったんで、それちょっとやってみますね。ちょっとわかるかな。こっちはそのまままっすぐガーッと落としてる感じなんですけど、こっちはこの際のとこだけちょっと深くグッと入れてみて、あと鳴らしてみた感じですよ、ね、でそうすると際のとこで落としてあと鳴らすと、ちょっとこのバラの花びらの奥にこうグーッとこう入っていく感じがして、もしくはここからグーッと出てくるみたいな、立ち上がってくるみたいな、そんな風に見えますよね。でこっちの彫り方の方がより立体的に見えるかなって感じですよね。なんかね、じゃあこっちも同じように際だけ落としていきます。じゃあ葉っぱのところを落とせました。次はいよいよバラの花を彫っていきます。うまくできるのかなって感じですね。どうしよう。とりあえず適当にやるしかないですね。まずどうやって掘っていいか分かんないときは、もうとりあえず手を動かすしかないって感じですかね。ってことで、とりあえず上からつくだけ線をついていきます。とりあえず上からつくだけついてみました。ここからちょっとじゃあ試行錯誤しながら掘っていきますね。Thank you.
はい、なんとか、まあ、こんな感じで仕上げてみました。ちょっとよくわからんです本当にこれでうまくいっているのかどうかちょっとよくわかんないんですけど、まあ、とりあえず、まあ、今からこれまた裏を取ってね、軽くしていきますんで、じゃあ裏取っていきます。こんな感じでね、裏が取れました。まあ裏が取れたんで、さっきよりも軽く見えるようになりましたね。で次はね、葉っぱの筋を入れていきます。でたまたまうちの庭にね、まあバラがあるんですけど、まあバラの葉っぱこんな感じです。で結構まあたくさんこうシューシューって入ってるんですけど、これ全部再現しようとすると大変なんで、まあ、実際こっちで掘る分には、まあ、3本ぐらい入れていけば十分かなって感じですよね。で、あんまり深く入れません。今回はちょっと浅く三角と入れてみようと思います。じゃあ行きます。できました。はい、お疲れ様でした。バラが仕上がりましたと言いたいんですけれども私何も初めてバラなんてものをね生まれて初めてバラなんてものを掘らさせてもらったんで、勝手が分かりませんでした。まあいろいろね、写真とか見たりとかで調べてみると、バラって例えばこうつぼみっていうか、まあ、つぼみがこう咲いていくんですけど、咲くときにその花びらが、まあ、先端がね丸まるんですよ。丸まっていってなんかふわーって咲いていくって感じなんですよね。なのでこのバラのその例えばこういうとこであったりとかこういうとこであったりとか、普通だったらばここ丸めないんですけど、こっち側ね、でこっち中心に向かうに従ってこうなんかググって中に入っていくっていうイメージで丸めていくってなるかもわかんないんですけど、バラはねこの外側が最初にペロってめくれて、でファーって広がって咲いていくっていう形なんで、だから大体ねこういうその外側の際のところが、まあ多分他にバラ掘ってる方を見てる分にはやっぱり同じように丸めてらっしゃいましたね。まあでもいい経験でした。なんか調べてみるとバラだけをね、掘りましょうみたいな本もあったので、それ見てるとね、まあ、このバラよりも簡単に掘れてバラに見えるみたいなバラのブローチみたいなねやつもあったんで、まあまたね機会があればそのバラをねちょっとリベンジできたらいいなと思ってます。いやーでもこれはちょっとねだんだん初心者向きじゃなくなってきてるような気がするんですけどまあ興味があったら道具と材料を手に取ってやってみてください。であんまり最近お知らせするの忘れてるんですけど、こういう彫刻用の下絵ですね。でこれはうちのブログに画像を上げてますんで、どうぞ下絵の方はご自由にお使いください。で最後に告知なんですけど、 YouTube の下の説明欄のところに森彫刻所のホームページとそれから、ブログのリンクが貼ってありますので、よかったらご覧になってください。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。バイバーイ。